こちら高2です。走り方と筋トレについて質問なんですが、心拍を意識してケイデンス高めでワットを出す練習と、重いギアを意識してケイデンス低めでワットを出す方法があると思うのですが、どちらが将来的に強くなれますか？まだ筋トレは筋肥大を狙ったものと筋力を狙ったもの、どちらを重点的にやるのがいいでしょうか？教えていただけると幸いですと。はい、こちらの回答、両方とも必要です。レースにおいては様々なケイデンスを使用しますので、それに対応したトレーニングが必要になるわけです。登る人ととってみても、高ケイデンスで登ることも急勾配を重いギアで登ることもありますので、というわけで、はい、何かに特化すれば強くなるってことはまずないんです。自転車において特化すると言っても、基本的にベースができている、前提において、いろいろ対応できる前提において、そっからさらに特化する、はい、平均のベースが高い状態でさらに一箇所伸ばしてキュッと強くなるっていうのが理想的なわけです。ですけどね、この質問の場合においては、高校2年生、まだまだね、強化が足りていない状態で、ベースが低い状態で、もうほぼここら辺の状態で、一箇所だけ特化して強くしようとしてるわけですね。そういうことをするとね、バランスが悪くなりますので、あんまりね、いい結果にはならないですよ。はい。でね、ケイデンス、レースにおいてっていう部分で見る必要があるんですけど、ケイデンスに関しては、重いギアで踏む必要も、軽いギアで回す状況もあるわけです。はい。そういうのを考えますと、両方ともトレーニングがね、必要なわけです。人によっては、SFR のトレーニングっていうのは、そこまで筋肉に対して大きい負荷がかけきれていないから不要であるっていうようなね、理論の人もいますが、自分としては高校生であればね、重めのギアをゴリゴリ踏む練習っていうのも必要かなと思います。難しいところですけどね、高校生に重いギア踏ませるっていうのは、膝とか痛めるっていうのが、ありますから、高校生っていうのはギア比制限っていうのがかかっています。今でこそいくつぐらいでしたっけ、トラックで結構いけるんですかね、トラック結構かけれるはずですけど、自分たちが高校生の頃ってトラック競技は4714、5015ぐらいが最大ギアの制限がありましたので、そういう部分においてね、高校生にはあんまりそのギアを踏ませたくないっていう風潮はあるようです。やっぱりね、重いギア踏んで、負荷ばっかりかけすぎると体痛みやすいっていうねところがあるからだとは思うんですけど、でも結局ね、その上りにおいて高校生ギアのマックスいくつでしたっけ、5214ですかで踏んでいればね、そうかなりの負荷がかかりますんでね、そのギア比制限がどこまで効果あるのかっていうのは少し疑問点ではあったりするんですけど、その話は置いておいて、ですからね、ギアはね、いろいろ必要なわけですよ。特に自分の場合は、ですけど、結構高校の頃から筋力に頼るような走り方をしていましたので、ギアは重めでしたね、常に。ギア大体重めで、ケイデンス高く回す練習をするようにしろと、顧問の先生からね、よく言われてはいたんですけど、高校の間はね、ケイデンス高かろうが、ケイデンス低かろうが、パワーさえあればどうにかなるっていう傾向はあります。でもその後の伸びとかを考えるのであれば、高ケイデンス、低ケイデンス、両方においてね、対応できる能力が必要となってくるわけです。はい。前半の部分は、そうですよね、この質問に対して、どちらが将来的に強くなりますかっていうところまでに関しては、どっちも必要ですって話になるわけです。はい。でね、
また筋トレは筋肥大を狙ったものと筋肉を狙ったもの、どちらを重点的にやるのがいいのでしょうか、教えてくださいって話ですけど、これはね、質問の意図が少し分かりにくいっていう部分にもなってくるわけです。自分からすれば、そもそも筋トレは筋肥大を狙ったものがメインになります。っていうのも、筋力の向上っていうのは筋肉量の増加以外にありえませんので、はい、筋肉の密度が高くなるっていうのはね、なかなか考えられませんから。だからつまりね、筋トレっていうのは筋力を上げるために筋肥大させるっていうのがね、筋トレの目的なわけです。ですから、まあこの質問で言いたいことを予想するとするのであれば、最大筋力を上げるのがいいのか、本数をいっぱいできるようにした方がいいのかっていう質問なんだろうと予測できるんですが、まあその筋トレはね、最大筋力を狙うためのものですので、重さを上げてください。はい、筋トレでね、本数いっぱいするための練習やるぞっつってもね、効果あんまないんで、それだったら自転車乗ってればいいっていう話になるわけです。低負荷で本数、例えば100回高速で上げるぞとかっていう練習がしたいのであれば、自転車乗ってる方が効果的です。ですからね、筋トレは最大筋トレ、そうですね、筋トレ、ウェイトの話しましたけど、今ウェイトはね、最大量を上げて筋肥大を狙った方がいいです。はい、筋トレ、ウェイトの話でしたね今、まあ、筋トレに関しても、これも筋トレでも一緒ですよね。自重のトレーニングは最終的にはね、負荷不足になってきますんで、ウェイトトレーニングに移行していくことになると思うんですけど、ベースの筋力、まあその全然体ひょろひょろで筋力が足りないっていう場合には、しょっぱなからウェイトトレーニングで体重以上の負荷をかけてしまうと、その体がそれに耐えきれず故障の原因になります。膝を痛めたりね。ですからそういう場合においては、しょっぱな最初に限っては、まあ最初っていうか、まあそうですね、まあ、基礎的な筋肉筋トレ、腕立ているかな、懸垂とかな、懸垂、腹筋、背筋とかから始めていくわけですけど、まあね、最終的にはね、自重の筋トレってね、プランク、要は体幹周りのトレーニング以外でそこまで使いませんので、専門的に特化していくのであればウエイトトレーニングの方がいいかなと。でもお手軽にできるのは筋トレってことですよね、自重を利用した。はい、ですからね、機材を準備できるのであればウエイトトレーニングの方が最終的には理想的ではありますが、まあそれ機材がないのであれば、自重を利用した、自分の体重を利用した筋トレでもいいかなという感じです。そうですね、はい、まあ、筋トレに関してウエイトに関して、でまあね、結局で根本的な話として、筋トレっていうのは筋肥大を目指し、筋肥大した上で筋力が強化されますので、高い負荷をかける筋トレが理想的って話になります。はい、そうですね、腕立てをね、ピョコ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 100回高速でやっても意味ないんですよ。負荷をかける際にはじっくりじわじわと負荷をかける必要がありますって話ですね。はい、です、はい、こんなところです。はい。